はい、皆さんこんにちは、吉田のりまさんです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、今日ご紹介するのはですね、はい、こちらですね、ワンピース魚人島編のですね、キャラクターの、こちらはですねキーホルダーですけれども、はい、これは UFO キチャですね、撮りました。はい、ちょっと取れちゃったんですけど白星姫が、2体、そして魚人島編ですね、ほとんど私読んでませんので、このキャラがなんだかわかりません。はい、これ3つ、1200円ぐらいですかね、で取りましたね。はい、最初ですね、あ、落ちちゃった。最初ね、これが取れそうだったんですよ。あ、取れちゃった。この人が、取れそうで、取れそうで取れないんですよ。もう本当にですね、このですね、穴の本当にもうこんな感じなんですよね。もう落ちるかなみたいな感じのところまであったので、ずーっと頑張ってですね、引っ掛けちゃ寄せ、引っ掛けちゃ寄せでですね、やってたんですけれども、なかなか取れなくて、で取れない理由はですね、まあ単純明快で、これがですね、ここの部分ありますね、ここの部分がこっちにですね、引っかかってたんですよね。でなかなか取れなかったんで、じゃあまずこれを取ろうと思ったんですけど、なかなか取れないんですよ、これもね。しょうがないなと思って、途中800円ぐらいまで全然取れなくて、諦め、これ無理かなと思って、全然、違う場所にあったですね、ちょっと取れちゃいましたけど、白星姫をですね、が角度的になんかこんな感じになってたんですよね。そう、こういう感じか。で、ここに引っ掛けりゃ取れるなと思って、こう引っ掛けるのなかなかね、難しいんですけど、多分、要はこのアームと、この、鍵、フックというか、ここの部分ですよね。で、ここの部分が開いた時に何センチぐらい開くかと。で、あと移動した時に、このアーム自体がちょっと揺れるんですよね。内側にこう、時計回りにちょっとだけ、動くんです。で、それを計算すると、おそらくこの辺に入れれば入るかなと思って、やったら一発で取れまして、これ天才じゃないかなと思ってですね、取れたんですよ。で、なるほどと。やっぱりですね、ピンポイントでですね、UFO キャッチャーの本来の、こう、引っ掛けて取るっていうね。俺、僕は、この、こう、転がして取るみたいなことをしてるんですけど、比較的。ちょっとそれ、自分でもやっぱできるんじゃないかと思ってですね、やったんですけど、まあ、でもなかなかうまくいかなかったんですけど、まあ、でも、先にこっちが取れたんですよ、ポロッと。で、なるほどということで、まあ、最後のですね、この名前も知らない、頑張ってたやつ。別に、もう、別に来ない。取っても使うのっていうね、ふうに思ってたんですけど、もう意地になってですね、やったらこれも最終的にポロッと落ちまして、結局ですね、800円ぐらいまで全然取れなかったんですけど、まあ、1200円ぐらいでね、3つ取れましたね。はい。いやー、久しぶりにやりましたね、UFO キャッチャーね。なかなかね、奥が深いなと、改めて思ったりしましたけどね。はい。その時の映像はですね、今回は撮ってないんですけどもね、はい。またね、UFO キャッチャー頑張ってみたいと思います。はい。さあ、ということで、今日、ちょっとお話ししたのも取れちゃいましたけども、UFO キャッチャーで、撮りました、ワンピースキャラクターたち。で、ございました。これは袋開けましょう、せっかくだから。無理やり取るよりはハサミを使った方が効率がいいですね。はい。出ました。これキャラクターワンピース有名だし分かってるからいいんですけど、そうじゃなくてこのキーホルダー私40過ぎの男が持ったらちょっとびっくりですね。はい。ということでありがとうございました。今日ご紹介いたしました UFO キャッチャーでゲットしたワンピース魚人島編のキャラたちでございました。よいしょ。ありがとうございました。